はい、それでは今回は前回の家の紹介に続いて島の紹介をしていきたいと思います。花火大会で夏祭りを開催するためにいろいろと設営をしましたのでご紹介したいと思います。はいはい、よろしくお願いします。ハオさんはまだ見ていません。実はまだ見たことがありません。はい、ご案内いたします。第1会場と第2会場があります。はい、これは何屋さんですか？これはケーキ屋さんです。これケーキ屋さんですか？スイーツ屋さんです。スイーツの屋台です。はい、後ろのクーラーボックスもスイーツなんですね。いや、あれは関係ありません。関係はないですね。雰囲気です。お、すごい、なんか肉焼いてる。そうだよ。これは何屋さんですか？これはフランクフルト屋さんと焼きそば屋さんですよ。あ、焼きそばか、これ。なんでフランクフルトか。あー、なるほどね。ちゃんとジュージューって言ってんの、わかる？聞こえる？花火もらってるし、ジャーンってなってるからちょっと聞こえないな。いらっしゃい。何にしましょうか、お兄さん。焼きそば大盛り一丁。焼きそばですか？30円で1000ベルです。30ベルで1000ベルです。30ベルで。よく見て、この包丁のところ、うん、あ、書いてんのこれも。あ、ちゃちゃ丸じゃん。ちょっと怖いでしょ、包丁とちゃちゃ丸。どういうこと？早速ですが、はい、これくじしませんか？くじですか？くじなんかあんの？くじできんのかな？なんかつかあれじゃん、キツネじゃん。めっちゃ叫んでんだけど、ちゃちゃまる。どうしたの？ちゃちゃまる話しかけて、あ、話しかけられない。あ、できないんだね。イエーイ、俺が主役だ。よし、ちゃちゃまる。そっちかよ。お、上から見るか、横から見るか、あれ、下から見るか、左から見るか、あれ違う。まあいいか。下から見るか、上から見るか、あれ、横から見るか、前から見るか。いや、前は違う、絶対下は入ってる。まあいいや、くじ引きます。あれ、はい、はい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 、5000、500円、はいはいはい、やる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 。ピンクの風船です。シャボン玉。黄色の風船。うん、風船ばっかり。吹き戻し、あ、いいね。吹き戻しにしよう。おお、なるほどね。光るハートアクセサリー。イエーイ、ラブリーだね、随分。イエーイ。さあ、続きです。続きいきましょう。ここは金魚。金魚すくいです。あ、こっちも金魚。そうなんです。よしよし、安い安いよ。1匹3万円。売るの？高いぞ。これ書いたん？いや、私ではないけど、前で座素敵なのお借りしました。こっちは？こっちは射的です。射的？へぇ、射的の絵が書いてある。はい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 、これ射的か。そうなの。次、ここの右と左は違う店なの？そうだね、左がリンゴ飴の。はいはいはい、リンゴ飴ね。はい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 、祭りといえばリンゴ飴。あんまり食べないけど。このレコードボックスにリンゴ飴のマイデザを書いて貼ったの。これ、うん、確かに、うん、見える見える。すごい、リンゴの、リンゴのマイデザインの屋台。そう、後ろにリンゴもあるのね。そうなの。考えたね。リンゴの木を生やしました。すごい、取れたてです。それは考えたな。こっちは何？右はフルーツジュースの屋台。じゃ、このアイスのこれは何？いや、アイスも売ってるよみたいな感じです。あー、なるほど。じゃあ次、早いな、ペン。これは仮面。仮面、いや、仮面着ぐるみ。これはくじ引きをイメージして作りました。あ、ここ何？2つとも同じ店。おー、なになになに、怖っ、びっくりした。あー、当たったよ的なね。これ何、くるくる回んの？おー、じゃん、あれ、じゃん。おーよ、くじ引きしますか？すげー、運試し。うん、うん、うん、3回勝負で。はい、好きな数字を言っていただいて、ピタリ賞は商品をあげます。突然始まったね。どの番号がいいですか？3。いけー、回せ。あ、俺が回すの？オッケー、ヘイ。3だからこれ。で、止めたら止まるよ。あ、止めなきゃいけないね。 A で押すの。もう見えてから動体視力止めから俺の。ふいふいふい。だー、残念。無理でしょこれ、無理でしょこれ。じゃあ7。いけー。ふい。あ、適当になっちゃった。まあいいや。あ、でも惜しい。すごい、さっきから5と6の間。じゃあ今度はね、4。ギリ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 。いやー、俺3回、すごい、5と6あたり、すげえ。残念。着きました。はい、第2会場ですね。ここパンフレット置いてあります。あ、ほんとっすか。じゃあ1枚いただきます。よーく見ると花火大会って見えるの分かるかな？分からない。どこ？
右上にさ花火大会ってなんとなく見えない。あ、確かに書いてある書いてある。ツイッターでね花火大会ね募集してたのね。うん、それの募集の画像を使いました。うーん、リアリティあるでしょ。リアリティある。さあさあ行きますか。はい、ここはですね、はい、お座敷。お座敷と、あ、めっちゃ景色いいやんけ。そうなの、真ん中撮ったいい、ね、真ん中撮った。オッケー、いいね、いいね、夏って感じですね。なんか帽子分、私なんか背高く見える。あ、ちっちゃまるじゃん。今年はね、花火が見られないからね。そうなの、喉もやってないもんね。あつ森で花火ですね。そうですね。僕らの空を花火が飾り、夏が終わる。アクション寒いのかなここは水ヨーヨーの屋台です。これ前デザ、水ヨーヨーに見えるでしょ。ちょっと待って、すごい水ヨーヨーに見える。バスケットに入ってる卵見えるかな。はいはいはい、水ヨーヨーに見立てました。なるほどね、見立ててね。そう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 。あの人形は、あ、お店の人、人形はもうくまんねえから置いといた。おい、こら、やべ、びっしょびしょびっしょびしょ今びっしょびしょよ。お店の人に怒られるんで、ごめんなさい、お人形さん、すいませんでした。ビール、ビール、ビール飲みたいね。なんかこの雰囲気、ビールっすよ。いいね。わたあめですね。わたあめ、あー、なるほどね、すごいわたあめっぽい。なにこれ、もうわたあめだよ、っていうか、あ、わたあめなんだ。わたあめの屋台なの。へえ。これはよくさ、光るさ、おもちゃとか売ってるところあるよね、はいはいはい、あるあるある、それイメージ。これは、あ、かき氷だよ。かき氷あんじゃん、ちゃんと、まさに、ちゃんと屋台もさ、おー、ガリガリしてる、ガリガリしてる、ガリガリくん。この氷っていうさ、屋台の前デザインも神がかってるね。上手だね、この氷、めっちゃ氷だね。じゃじゃん、ここね、写真映えスポットなの。あ、ここ、うん、こうやると手前のこの風車とあんどんが見えるんですよ。なるほどね。花火の鳥のせ、僕らこの星を出よう。はいはいってめり込んでめり込んでんな濃厚接触です。じゃあ、ジェタイム終了。えい、これはたこ焼き屋です。たこね、なるほどね。そして、生きたタコ、ね、生きたこ、これからさばかれます。このたこは厳しい世界。これ、よくさ、外国のご飯屋台とかもあるのわかる。これは中華イメージですね。なるほど。ニハオ、ニハオ、シェイシェイ、シェイシェイ。なにこれ、金魚屋台です。金魚、あ、ここにも金魚なのね。びしょびしょじゃん。びしょびしょ、びしょびしょやんけ、びっしょびしょやんけ、俺足までですね同時に。ここ輪投げ、輪投げだ、完全に輪投げじゃん。テレビが当たるよ、スイッチも当たるよ。スイッチもあんじゃん、炊飯器あんじゃん。なんかクマが怖いんだけど、これ真っ暗。これは焼きそば、あ、ここにも焼きそばあんだ。ここも焼きそば。なるほどね。ここは花火、ここは絶景スポットです。ここでカメ、ここでやるのがいい感じなんですよ。あ、そうなの。ハコさん、僕はずっとあなたのことを。お、これはどうですか。パン、見えますか。パンアップで、あのエンディングですね。ここはね、ここも結構自分お気に入りスペースなんですよ。ちょっとゴミ箱とかあったり、自動販売機とかがあったり、いい感じの端具合でしょ。これは何だ、何の店だ。まあ、なんかこの辺飲み物とかいろいろ売ってるようなエリア。タピオカとかね。これは、これは何だ。エスプレッソマシンを売ってます。コーヒーですね。なるほどね。ジー一人2個ずつ、はい、A ボタンで、はい、せーの、ほい、おー、ウェーイ、ウェーイ。あ、開かないね、開かないね、花火は。あー、線香、これ綺麗だよね、綺麗だね、この花火でかい、めちゃめちゃ。さて、こっからサプライズがあるんだよ。なんと、目つぶりなさい。目をつぶんの。いや、こいつ目つぶんねえからなじゃあね、そのままスティックを下にスティックを下にこう A をして、 A をする。いいね、いいよ、いいよ。そしたら、うん、しまうことできる、しまうことできるか。しまった、 OK。 音が変わるんだね、音変わるんだね。右にスティックを、いいよ、そのまま、そのまま、スタート。ちょっと上、上、ちょっと右、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 ちょっと上、上、右、右、上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 。あ、ストップ。でそこで左グーッとして、左グーッとする。目を閉じて横になりなさい。あら、コロコロってなりましたね何言ってんの、何言ってんの、何言ってんの。目を開けていいわよ。はい、あれが花火、花火、花火、有名な夏の花火。いつも通りのある日のこと君は突然立ち上がり言った
ってやつ。星を見に行こう、あれが花火花火花火つまりこれは荒木くんと荒木くんと戦場ヶ原さんと戦場ヶ原さんのやつですね。4人いない、なんか実はもう一つご用意があります。ああまだあんの、こっちよ、これがエンディングだと思ったぜ。ここもあるよ。あ、水辺映るのもなんか綺麗ですね。いいね、影が若干ね、うん、若干よく見るとさ、足なんかさパタパタしてさ、ね、足でなんかイチャついてるね。ね、イチャイチャしやがって。秋田の花火大会は皆さん見たことありますか？実は大曲の花火大会行ったことあるんですよ。ですよ。結構規模は大きかったですね、あれはね。いや、あれはね、日本でも有数の花火大会ですもんね。ですもんね。新潟行きたいなと思ってますね。新潟の日本三大花火っていうのを見てみたいですね。うん、ということで、また次回、いずれまた島を紹介していきたいと思います。